ホワイープログラミングは NHKE テレで2016年3月21日から放送されているプログラミングに関するテレビ番組である。プログラミングをテーマとした番組は NHKforSchool では初となる。2017年の国際エミュー賞にノミネートされた。スクラッチでできたワールドに不具合が発生したという設定の番組。コーナーとしてジェイソンをプログラミング。 スクラッチャーの紹介がある。印のついたものは NHK フォースクールの配信対象外。2017年4月以降は毎週土曜日19時45分 -19、55? で放送され、再放送が毎週水曜日15時30分 -15、40であった。2017年10月以降は毎週木曜日9時55分 -10、英語に変更された。 2020年4月以降は、前期は毎週月曜日15時30分15時40分で放送された。後期は毎週月曜日10時5分10時15分で放送されている。2019年1月にからスクラッチのバージョンが2.0から3.0に更新されたことへの対応として、2019年4月以降、放送の番組で、 プログラミングをする画面の体裁がスクラッチ3.0に差し替えられている。また、番組のオフィシャルウェブサイトを通じて案内されているスクラッチプロジェクトもスクラッチ3.0に対応したものが提供されている。一方、スクラッチ2.0に対応したスクラッチプロジェクトも引き続き提供されている。ありがとうございます。